どうもこんにちは、世界ランキング1位です。今回は5つ世界ランキング1位を獲得しているゲームの中の1つ、パンチガイズというゲームに、アプデでサバイバルモードが追加されました。パスザレベルズ&コレクトクールアイテムズ。世界ランキング1位なので、当然取りに行きますよ。どんだけランキング1位って言いたいんだよ。サバイバルモード、一体どんなゲームなのでしょうか。最初にスキル選択があるぜ。ダメージを減らす、HP 回復、かわすが強いかな。 2% だと確率低すぎるだろ。敵はどうやら50人登場するみたいですよ。最初はめちゃくちゃ弱いぜ。サバイバルモードなのでダメージは蓄積されていきます。またスキル選択、体力上限、ダメージ、かわす、ここはパンチ力上げておきましょう。スキルの枠は全部で6つみたいだぜ。敵弱いですが、ダメージは食らっちゃいますね。ごく稀に攻撃かわしてるぜ。おっと、もうスキル選択、クリティカル率、レフトスティール、アーマー、クリティカル率にしておきますか。どうやら二人倒すごとにスキル選べるみたいだぜ。めちゃくちゃスキルもらえます。なんだこの変態。星を落とす変態を倒すと、なんと、スキル3つ。しかし広告見ないと1つしかもらえないぜ。どんどん倒していきましょう。難易度はイージーだから余裕だぜ。おっと、ここでもスキル。さっきの星落とす変態は一人分に含まれてなかったのか。一番右は、命中率？そのうちスキルかわす搭載した敵が出てくるのかもな。半分の25人まで進みました。体力かなり少なくなってきてるな。サバイバルモードずっと敵は大して強くないですが、じわじわダメージを蓄積していくので、なかなか厳しいですよ。パワーアップ系スキル集めすぎてるからだろ。32人目でもうやばい。広告見て復活。体力は回復した状態から再スタートだぜ。やっぱりサバイバルモード、敵がだんだんと強くなってきました。難易度イージーだからってずっと弱いわけじゃなかったか。48人目、この体力、ギリギリだぜ。最後の方になると敵も撃ち合ってきます。49人目、ピヨピヨ状態にさせると撃ってこなくなるぜ。これでラスト50人目、ギリ倒せるか。負けそうじゃないか。2回目の復活は広告を2つ見る必要があります。これで50人撃破。強そうなスキンを手に入れたぞー。続いてはサバイバルモード、難易度はエクストリーム。敵はさっき以上に強くなるぜ。まず最初は HP 回復を選択。ゲーム内最強スキンを手に入れたので、エクストリームはゼロデスで攻略していきますよ。最初の敵から強すぎるだろ。これ50回繰り返すとか体力持たないぜ。なので、スキル選択がかなり重要。ダメージはどう頑張っても食らってしまうので。来ました、最強スキル、アーマー。このアーマー、最強ですよ。体がテカテカしだしたぜ。アーマーは敵の攻撃を一発耐えます。そして、敵を倒すと、サイドアーマー復活。どうしようじゃねえか。そう、このサバイバルモード、攻撃力を上げまくるのではなく、とにかくアーマーを集めまくるゲームです。二つ目のアーマー来たぜ。これからずっと、敵の攻撃は2発のダメージ。アーマー増やし毒すぎるぜ。そう、アーマーは最大で5枚、最優先で集めていきますよ。もはやアーマー集めゲーじゃねえか。5枚目のアーマーが来ました。ボクサーの体がとってもテカテカしています。アーマー5枚の安心感凄まじいな。正直、アーマーなしの難易度イージーより、アーマーありの難易度エクストリームのが緩い。そのぐらい、アーマーは最強ですからね。HP 管理ができるようになったから、こっから攻撃を上げていけるぜ。難易度エクストリーム、ゼロデスのまま、残り3人、HP 自分の2倍もある敵現れたぜ。アーマーが5発耐えてくれるので、その隙に敵をピヨピヨ状態にさせちゃいます。やべ、右腕首にめり込んだ。腕めり込むとラッシュの回数減るから注意だぜ。この敵めっちゃ耐えますね。でも、次でラスト、スキルをうまく選べばエクストリームもいけたぜ。なかなか強いですがこれで終わり。おやー。サバイバルモード難易度エクストリーム、クリア。まあ、世界ランキング1位なので当然ですね。